このレッスンでは、ワープスタビライザーの基本について解説します。はい、今ですね、ここに置いてあるビデオですが、こんな感じで、まあ、車から映ってるでしょうかね。かなり揺れていますし、またアングルもどんどん変わっています。はい、かなりですね、複雑な状況になっていますが、えー、これをですね、もっと揺れずに安定した画像にできるのが、ワープスタビライズ。 の機能です。はい。例えば、トラッカーの方には、ワープスタビライズボタンがありますし、また、エフェクトのディストーションですね。そっちにも、ワープスタビライザー VFX という項目があります。はい。ではですね、この今のレイヤーに対して、ワープスタビライズを提供してみましょう。はい、そうすると、 まずは解析が始まります。内容を解析した上でスタビライズが行われます。はい、えー。例えばですね、こちらのスタビライズとどう違うのかというと、ワープスタビライズは処理完了後ですね、スケールも自動で合わせられるので、画面の端に余白が出たりすることがないんですね。では、結果が出たので、はい、再生してみると。 はい。非常に滑らかですね。はい。えー、このようにして、滑らかな映像を作ることが可能です。はい。でですね、えー、これ、ワープスタビライザーですが、これはですね、エフェクトとしてかかっているので、こちらのオンオフで効果を切り替えることができます。はい。 でですね、これですがちょっと注意点があります。例えば全体であればいいんですが例えばですねこの中の一部一部分をこのようにマスクして切り抜いて使いたいなって時ですねはいこのように結果を切り抜いてしまうとはい マスクされた範囲もですね、一緒に動いてしまいます。はい。これでは適当でないので、もしですね、この一部分だけ切り抜きたいというときには、先に右クリックして、プリコンポーズを実行しておきます。そして全ての属性を新規コンポジションに移動と。これで OK しておきます。 はい。そうするとですね。見た目的に変化はないんですが、このプリコンポーズされたところにマスクを適用すれば、マスクの範囲は動かずに、このようにですね。安定した映像の一部を切り抜いて部分的に使うことができます。はい。ワープスタビライズですね。 非常にですね、ガッチリと映像を安定させてくれる優れた機能なんですが、例えばですね、被写体がブレていたり、またですね、高速で動いているもので、ローリングシャッター効果というですね、ちょっと歪みが出ているような場合は、動きは止まるんですけど、止まっているものに歪みとかブレが出てしまうという、ちょっとですね、奇妙な現象になってしまうこともあります。なので、被写体があまりブレずに映っているのであれば、 かなり大きな効果を上げることができます。撮影された素材ですね。撮影時にどうしてもですね、画面が揺れてしまったものをきっちりと直せるので、非常に編集の可能性が広がります。ぜひですね、積極的に使ってみてください。